はい。はい。ちょっと今の、25キャラ食べるの休憩動画です、これ。疲れたー。疲れたな。言うてもまだ序盤で全然疲れてないはず。しかも久々すぎるし、こいつさん。久々よ。3ヶ月ぶりぐらい。いや、3ヶ月に1回来る人みたいな。全然来てくれないから。いや違うんだよ。予定がいつも合わないんだよ。なんで急にだいたい急に言うじゃん。変わんないんだよ。だいたい急に言った時でも本当は家にいますよね。違うよ。本当は。信じられてない。信用されてない。信用してない。なんだから、そのじゃあダメですよって言った日はなんか自撮り撮って、今このカフェとかでお仕事でそのこれだとその何鑑定でラウンジですとか取っておくと、やばい束縛女じゃん。完全な面倒くさ束縛女、一番やばいやつ。その日に出た新商品持ってね。あ、そうそうそう、そうじゃなきゃいつでも取れちゃうんだよ。そうそうそう、やっぱりGPS のアプリでやれんじゃん。ああ、やろうよ、全員やろうよ、全員。やばいやつだな。そこまでやれ。場所までしっかり。こっから呼びましょうも、ちゃんと。呼んでるんだよ、呼んでるよ。でも、これ本当にさ、本当にでも予定に合わなかったよね。やっと、この相手。そうよ。でさ、なんか、たまに鑑定に来てくれるお客さんがいるのを見て、で、その人が、なんかいっぱい商品また出ましたね。で、俺、全然見てないからさ、一つも知らなくて、全然ないのも悪いって。見てくれや、それは。おおみたいな。ああじゃねえ。多分 T シャツなんだろう。今回新しいのもなんか出たんですね。新しい。何が出たんだろう。知らんのかい。おじさんだから戦える。靴下とかなんか出たんでしょ。あ、そう。あ、それもそうです。知らなかった。それは非売ですよ。非売これ。靴下専用ですよ、これ。H って書いてあるじゃん。 H は星さんです。あ、そうなの。そう、販売したのはこのみんなのイニシャルが入ってるやつで、これはそのデザインしてくれてる方がプレゼントで我々にくれたんです。すごいいい人じゃん。いや、めちゃめちゃいい方です。その人と会いたい。会ってるかもしれないし、分かんないけど、もしかしたら探偵でね、もし来られてたら。そうか、分かんないか。どうか確かに。それはそうっすよ。いっぱいなんか新しいの。今回 T シャツと何？ T シャツと帽子、帽子、キャップですね。キャップ。あ、帽子まだ見てない。かっこいい帽子。キャップめっちゃかっこいい。まだあるんじゃないかな、数字。皆さん買ってください。ちょっと余ってるらしいんですよ、見ての通り。本当にちょっとね、 T シャツはプレゼントなんですけど、僕買ってください。なんなら追加の T シャツ買ってほしいっす。おいTしてほしいね。おいTしてほしい。黒の方おいTしてほしい。 T シャツが良くないの。そうだね、今回。まあ、オースかな。とにかく今年ちょっと多めに作ったのよ。そうそう、いや、前回のも見越して多めに作ったんだけど、多く作りすぎちゃった。あー、じゃあまだ売ってんだ。まだありますね。ただ、サンダル完売、即完売。即完売。サンダル作ったの。サンダル即完売。あー、見たかったなー。多分、あれ、ケイさんの靴下はどうだったんですか。あるまだある。あー、じゃあ靴下と T シャツかな。靴下、T シャツで、帽子が一応まだちょっとあるかなぐらい。いっぱい作ったんだね。そう、こういうのは置いといたらね、ほんとちょっとずつ。そうそうそう、確かにね、気づいたらなくなる。で、売ってることをね、気づかない可能性もあるから、定期的にやっぱ行った方がいいっていうのはあるかも。お知らせしていかないと。確かに。そうそうそう。さ、これあ、ほんとだ。サンダルいいのよ。雰囲気いいじゃん。普通にサンダル雰囲気いいね。雰囲気いや、これのちょっと変えてサンダル用にしてもらって、いい雰囲気だね。めちゃめちゃいいんですよ。今回結構こんなに色がしっかり出ると思わなかったから、いや結構よく出てよかった。いや出るかなと思ったんだけど。うん、これテーマ何？三角です。ここだけね、ちょっと僕もあんま分かんなかった。いや特に今回テーマとか別にない。そういうテーマ別に夏に着れるもの、夏普段使いできるものがよくて、そうで T シャツ1枚で出かける時も多いだろうから、やっぱちょっとちょっとね、色味が。逆山は逆山。それ何なの逆山。ずっと逆山逆山って。ザキヤマみたいな言い方で逆山さんって。じゃあこれびっくりマーク3つよ。あー、すげえ。いや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 、大体この謎を知った時なんかあれだね。ないないない、スッキリをしたい。なんかスッキリボタンが懐かしい。スッキリみたいな。番組ももう十分ワンピースみたいですね。このこの後の最終章ぐらいのスッキリ。そうやってちりばめてんだね。違う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 、あとまた言うやつだ。そんなとこじゃないよ。こっからがね、ワンピースって俺は戦争見てたけど。見てたけど
今日ちょうどその日撮ってるけど今日18そんくらいすごかったね。すごかった今気づかなかった。いやそんな大したことないじゃん。だってほらいつもだったら OSP のこっち側に。そうそうそう、ね、間違えてやったんですかね。どういうことかした。今日こっちに間違えて間違えてやんないじゃん。間違えてなんで今ずっとお願いしてたのここまで。たけしさん酔ってるからちょっとツッコミとかもやっぱ弱いですね。いやちょっとね今もうホワホワしてんのよ。でもちょっと顔マシになってきた。待ってきた。ただね、皆さん頭が痛いです。うわー、第二段階じゃん。で次眠いとかじゃん、ね、だから今そこの段階やばい。いやまだ前半ですから。まだ言うて前半だもん。前半の休憩。よくやろうと思ってね、今回こんなハード企画を。いややっぱでも25周年だからやっぱりちょっと何かしらやんなきゃっていうのと、うん、確かにな。いやこれ1本じゃなくて他にも、いやサブ企画っていうと、まあ僕の歌も含め、25周年っていうこの7月22、メインチャンネル7月22ですけど、7月22、23、24あたり、タビちゃんもじゃあやった方がいいんじゃない。タビちゃんは別にワンピースじゃないから。タビちゃんは別にだったら12月24とかのお願いします結成の、ここの結成の時にやる。また多分9周年グッズとかまたやるかもしれない。25周年取れない。何年、何年、何周年。9、おー9ってすごいよ。今年の12月で9。じゃあ来年はやっぱやらざるを得ない。まあ10は何かしらやんなきゃよね。あ、まあ、もちろん9もやるけど、なんかそれやるっていうか何グッズとかは考えてますけど。じゃあ旅回るの。旅やりたいな。旅はでも早く行きたいんだよ。行きたい、行きたいんだ。行きたいっすよ、それは。旅行きたいよ、うん、行きたいでしょ。まあ行きたい、まあね、行っちゃえば楽しいですよね。まあ行っちゃうとね、朝が早いんでね。なんていうの、朝が苦手なんで。朝、実はすっげえ苦手。朝は強そうだけどね。いや、朝、ほんと朝だけ。夜はね、全然起きちゃねえんですよ。いや、そうだね。眠くなんない。眠くなんない。パーティータイムがあるんだ、その人に。パーティータイムがあるから。何してるか分かんない。怪しいのよな、その怪しすぎる。その呼び方。夜な夜な夜な。一人パーティータイムはなんかもう、卑猥なイメージしかないけど。イメージがなんかもう。映画見たりとか、いろいろ。てか、なんか自分の時間なんでしょ。確かに、起きてる星さん、夜。LINE、星さんの動画やってるから、それ送っても、大体起きてますよね。やば。でも、YouTuber のイメージって、あんま朝方のイメージないけど。いや、本来そうですよ。でもね。本来そう。でも、ここはだって社会人だったし、社会人で働いてるし、で、うち子供がやっぱいるから、早くな、必然的に朝をなったね。まあ、朝っても遅いですけど、全然その世間的には僕は遅いけど。そうか、そうそうそう。俺と佐藤さんがいいか。いやでも朝別に起きますからね。そんな仕事あるからね。8時とかには起きます。7時半とかには1回起きます。7時とか、何時寝ても。なんでそこに1回起きるってないの。1回起きてソファーに移動するんです今、うん、で寝っこがあります。なんだよ意味寝ちゃうんですよ。 YouTube 見ます。寝られなくなっちゃうの。7時になっちゃうともうよくいるじゃん、そういう。いや、一回そこ超えちゃったら10時とかになっちゃうのが怖いんですよ。10時とか起きちゃうのが。一旦目覚ましたこうってこと。怖くないですか、10時に起きる日って。全然あるけど。でもないけどな、10時起きは。逆に。あ、ないないない、10時起きはない。あ、起きるの。起きるようです、強制的に。あ、でも9時とかってだろ。だから目覚ましを鳴らして8時半とかになって。あ、でも一回起き、夜遅くても起きるんだ。起きる、起きる、じゃないと本当なんか終わっちゃうよね。終わっちゃいますよね。終わっちゃう。10時とかになって。じゃあそんな夜型でもないじゃないですか。朝動いての夜も。でも8時半だからどうなの。まあ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 。計算が何時か分かんない。夜、最近の計算は。夜何時から夜起きてる。昔より絶対伸びてますよね。夜？2時とかじゃない。めっちゃ夜型じゃん。寝るのが。え？珍しい。計算だって前10時とかだった。早い時は12時1時に寝るよ。え、でもすごい。それで朝何時起きるの？8時、9時。え？でここ来たら来たし、起きたばっかだなみたいな日ありますもん、うん、あ、そうなんだ。職場が近いから。そう。え、サダニーマンですごいね、2時まで起きるって。うん、まあ、別になんかすごい、一番働いてんじゃん。おじさんはね、働いてないくて、いつも来てくんないから。スタバにいるおじさんだから。なんでそうなるんだよ。スタバ巡りおじさん。ちゃんと今日は仕事ですよのちゃんと送ってほしいもん、これ。なんか嫌だよ、そんな嫌だな、毎日来ないとな。仕事ですよ、かけられたら。何これってなっちゃう。面白いかも、嫌だろ。ツイートしてほしいもん、じゃちゃんとね。
毎朝毎朝今日はここで仕事です仕事ですやってくれればおさ仕事してるなって分かる。や旅行の時しかねつぶやかないから隠れ欲しい言うしかつぶやかないしかもちゃんとあれ隠れ欲しいいますって自己宣言あんましないんだからあえてウォーリーだってウォーリーいますって言わないでしょ隠れ欲しいいますって大変なんだからあれ撮るの結構ちゃんとあれやってんだそうよあれあれでだから妻に撮ってもらう大体、うん、奥さんもちゃんとやってくれるのそうでもなかなかこうさ俺の思ってる構図とさ合わないそこだけにクリエイターなんだよあれ溜まってきたんじゃないですかまた溜まってきて、ね、そうそうやりたいですねなんか前やったよね、うん、隠れ欲しいあれ結構むずいんですよね俺やるんですけどいやむずいよそうなんですだんだんレベル上がらなきゃいけないなねでもなんか同じ絵柄ばっかだと嫌だ大体ほらなんか城とかね隠れやすいところって木が多いところだなむしろ木になっちゃうなんかこの間海の中になかったの笑いみたいな最高なんだよ海もう入ったんですか海入ったもう行けるか、まあ、かすごい海潮以外に行ってきたああ行ってるって言いましたもんね、うん、大洗はいはい大洗かあれ本当にいいんだよな本当にみんなで行きたいぐらいの最高の大笑い旅しようでしょあれ最高だよ誰が一番大きいから撮れるかやりたいぐらいほのぼのほのぼのそんなんでもいいからリハビリした方がいいかもとりあえず行くって大事だからねすごいすげえとね今年特に大量だったらしいよあそこ天然だから行きたいな天然でそんな大量で浜向きだ取って持って帰っていいんですかあの1キロまでかなあ決まって1キロだからそうですねでも結構取れるいや1キロって大変だよ大体取れるよ浜向きまあ、塩以外聞いたことないよ。ないですか。ないでしょ。聞いたことない。もっと海に。ハマグリってでっかいこれ。あのね、でっかいのも取れるって。ハマグリって取れるんだ。珍しい。大体なんか。アサリ。確かバーベキューの時に。シジミとかね。塩焼いたり。いやそう、うまいよ。うわそう。ハマグリうまいよ。バーベキュー焼いたいね。バーベキューやろうよ。普通にやろうよ。おじさんちにできない。そうだね。おじさんちにできない。バーベキュー。できるできる。いや、できるわけないじゃん。俺んちができるのは高橋さんちもできるんだよそうなるとそうなると高橋さんちもできるようになっちゃうなっちゃういい場所ないですかいい場所いい場所場所場所どういうことバーベキュー、まあ、道具はない方がいい、ね、道具持ってます道具ないねあないんだ、うん、俺実家にやったらやるよなめんどくせえやなあれなでももう実家の方しか分かんないやれる場所とかも含めかといって全部まあめんどっちいから用意してもらうってなると都内とかじゃんそうだね、あでもなんかありそうだよねあるんじゃない今どきなんか前さ行ったじゃんどこへ 川でしょそうあのロケでさお川あれって借りたんだっけ俺借りたんだっけ俺は借りてないと思う借りてないじゃんでもえ、あそこセットだったんじゃないあセットあったわ食材は持ってったよね調達してたじゃん食材はあでも食材だけ持ってくのは一番いいよね一番いいじゃんあれ埼玉でで川もあれば川ら辺で動画も撮れるしあそこいいじゃん機材借りれたんだ多分機材借りれたと思う大体今借りれるよねキャンプ場とかってねレンタルであそうねでおでだのチャンネルもあれやろうとしたんですよ多分そうなんで燻製燻製機燻製機やろうとしたらね風強いボツ動画もうあれも言ったらね強化段ボールみたいなんだからもういやリベンジしなきゃいけないていうか今思ったけど燻製の動画あげるってどうやって今思ったけどそんな筋取れないなっていうどういうことだよなってどういう目的のもとをそれを取ろうとしたのキャンプ系 YouTuber がそれやるなら絶対いいんだけど確かに何でもないおじさんたちがただ燻製やるって誰が見んだよっていうまだまだ迷走期というかまだ手探り期ギリギリだったのだから結構時間かかるじゃん手探ってるよなだってあの時も4年前でしょあれ4年も前かもっと前下手したらワンピースにするちょっと前かなまだ TV 時代だ下手したらお願いしますなったけどいろいろやってる時代かすげえな燻製ってなんだよ面白い乾いて燻製やるすげえなぐちゃぐちゃになってねバーベキューいいじゃんとりあえず一回行ってから思う、うん、なんかああいう企画系でもいいのかもしれない、ね、バーベキューなそうねバーベキューねバーベキュー行きたいなバーベキューねバーベキュー行こうでもバーベキューケイちゃん好きじゃないだろいやバーベキューは好きえバーベキューは好きですよ意外だなキャンプが嫌いなキャンプが嫌い泊まったり帰りたい虫とか出るから家で寝たいんですよもうだるな
でバーベキューは好きなんです。その場で今聞かれるんですから。じゃここでやれば家でもバーベキューできるし、いい家で寝れるよ。家ではだからバーベキューできない。さっき星さん言ってたでしょ。その理屈言ったらもう星さんちでいいよ。別に。いや星さんちでいいよ。お、ちょうど調理が終わりましたか。20分やってるからさっきから。じゃあちょっとホース1回です。はい、はい、メインの方見てください。早いな星さん抜けの。抜けの早っ。